あとウェッジ用のシャフトっていうのは何が違うんですか？まあカーボン用でウェッジってシャフトもありますし、はい、スチールでもありますよね。はい、ありますあります。で、まあ考え方が結構両極端で、はい、スチール用のあるメーカーのウェッジっていうのは先がピュンと走るように作ってるんです。だからヘッドが走るイコールスピン量が多くなるっていう考え方、ね。はいはいはい。うん。でも本当は先が走らないんで、フェースにボールが乗って、押してくれるんで、本当はスピンがかかるんですよ。うん。走っちゃポッコンなんですよ。まあそうですね、確かに。うん、はいはいはい。でも、まああるメーカーのスチールのウェッジは走っちゃいます。それでまあカーボンで、まあラウネとかね。はい。ウェッジ専用ありますけど、うん、ウェッジで作んなくてもいいだろうぐらい。なぜかって言ったら、ウェッジで固くしてピッチングから下のウェッジをピッチングと同等以上の硬さにするとポッコンなんですよ、うん、ヘッドが走りすぎて。ああなるほど、はいはいはい。ラウネは数字、うん、アッセンブル、もううちも何セットもフルセット組んでますけど、はい、ウェッジまでやるとピッチングより、ウェッジの方が柔らかくなっちゃうんです、うん、ベランベランなんです。はいはいはい。でも打ってみるとベランベランだからめっちゃフェースに乗るんですよ。なるほど、はい。だからそのトータル的なスペックを合わせたいのか、うん、打った時に良ければいいのかっていうのを選ぶ。ああ、なるほど。僕ら作る方としては一応僕らっていうか、うん、うちは特別なのかもしれないけど、うちは全部作ったスペックシートを全部お客さんに提供するんで、はいはい、見せるんで、うんうん、その時に数字がおいおいって下がってきちゃうとあんまりよろしくない。あ、でも打ったらそんなことないよ、うん、っていう。あとはまあ MC ウェッジとかもありますけど、はいはい、まあ振動数があまりこう、じゃあ MCI の90入れて、MCI の100、MCI ウェッジの100入れてっていうと、あまり数字的にこうばらつきが目立っちゃうのかなっていう。だ結局、じゃあさっき言ったスチールでね、105のアイアンで、105ウェッジっていうと、105ウェッジめっちゃ柔らかくなっちゃうんですよ。絶対に115に上げないと、うん、そこはウェッジ用って結構難しいです。うーん、セッティングの流れとして考えるんだね。だからそのなぜウェッジ用ってそうなのっていうところが一番なんですけど、やっぱり出玉のコントロール硬いと出玉が高くなっちゃうんで、やっぱり低くするにはラウネみたいにちょっとベラッとして、なるほど、ね、はい、こうロフト立ったまま捕まえたいっていう。だから、ラウネの場合は、プロとかの、シダ結果によるものなんですよ。通じ度外視なんですよ。シダした時に、ウェッジのフィーリングが出てるかどうか。はいはいはい。でも、そこ突き詰めると、ジャスチールでいいじゃん。にもなる。なるほど、なるほど。だいたい 100g 前後のウェッジの、重量耐えたんで、じゃあ 100g のカーボンでいいんじゃないのかなって、あ、カーボン、スチールでいいんじゃないのかなって、思いますけどね。なんでカーボンにする必要があるんだ。はい、うんうんうん、っていうのが FW も含めた、専用シャフトのまあ印象ですかね。うん、